OKB48 の上位5種類を集めました。皆さんこんにちは、ピースケです。今回この動画では2018年10月1日から12月31日まで投票が行われた OKB48 ですね、お気に入りボールペンの略なんですけども、そちらの上位5種類を集めましたので、自分なりにこの中の順位をつけていきたいと思います。実際 OKB48 の結果なんですけども、そちらに関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、中身を知りたい方っていうのはそちらをリンクしてみてください。一つ目がジュースアップの 0.4 ですね。続いてエナージェルの 0.4、 ジェットストリームの 0.7、それからジェットストリームプライムの繰り出し式の 0.7、 それとサラサクリップの 0.7 となっております。左がゲルインキボールペン、右が油性インクボールペンということで、ここ3年の推移を見るとですね、ゲルインキボールペンっていうのが台頭しているのがわかるかと思います。最初に簡単に油性インクとゲルインクの簡単な違いを紹介して、その後自分なりにこの5種類の中の順位をつけていきたいと思います。はい、ということでこんな感じに簡単に自分なりにまとめてみたんですけども、こちらですね、今回上位の5種類が油性インクとゲルインクのみだったので、油性とゲルのみの簡単な比較表を作ってみました。この他にもかなり項目あると思うんですけども、大きな違いがある3点について絞ってみました。書き味については油性インクが重くてゲルインキが軽くなっております。書いてる途中ですよね。書いてる途中に関しては油性に関しては重くなってゲルが多少軽く感じられます。続いてインクのタレに関してなんですけども、油性インクに関しては書いてる時なんですけども、インクがダマになりやすい傾向があります。対してゲルインクに関しては少なくなっております。ここが一番のポイントかと思うんですけども、インクの減りに関しては油性インクがかなり遅くなっておりまして、ゲルは目に見えて減る感じになっております。ということで長く書き続けられることだけを見れば、油性インクが上回ってるのが見て取れるかと思います。それではこの順番で左から見ていきたいと思います。まず最初にジュースアップの 0.4 ですね、黒です。続いてエナージェルの 0.4 ですね。続いてサラサクリップの 0.7。ジェットストリームの 0.7。最後がジェットストリームプライムの繰り出し式の 0.7 ですね。はい、こんな感じで書くことができました。上3つがゲルで下2つが油性インクなんですけども、同じ 0.7mm でもサラサクリップとジェットストリーム、太さの感覚が全然違う感じがするのがわかるかと思います。それではこの順位をつけていく方法なんですけども、書いてる際にですね、個人的に気持ちいいものに関して順位をつけていきたいと思います。ということで5位から順位をつけていくんですけども、5位がこちらですね。続いてプライム、ジェットストリーム、エナージェル、それから1番がジュースアップ。それぞれの理由なんですけども、サラサクリップに関しては累計の色味が51種類ということで、かなり色味があっていいボールペンだとは思うんですけども、個人的には書き出す際若干インクの出が悪い気がします。書いてる際は非常に滑らかでいいんですけども、書き出しに関してはどうしてもかすれる傾向が個人的にはあると思いましたので、この中ではランキングを5位といたしました。続いて4位のジェットストリームプライムなんですけども、こちらに関しては特に悪い点はないんですけども、販売価格がこちらの5種類の中で比べますと突出して3000円ほどなので、他の4種類に関してはだいたい200円ほどで購入できますので、値段という点でこちらの順位をつけました。書き味に関してはこちらの3位のジェットストリームとほぼ変わんないんですけども、お値段でこの順位をつけました。続いて3位のジェットストリームなんですけども、書いてる際非常に滑らかで、カーボン用紙とかを使う用紙とかに書く際には非常に滑らかで、下の写りも良くて好きなんですけども、どうしても油性インクということでインクがダマになってしまいますので、こういった形になりました。続いて2位のエナージェルなんですけども、非常に滑らかで書き味も好きなんですけども、ジュースアップと比較した時に色の種類が少ないので2位といたしました。書き味に関してはどちらも好きな感じですね。はい、それでは1位のジュースアップなんですけども、 0.4mm のボールペンということで非常に滑らかで好きなんですけども、それに加えて素晴らしい色のラインナップですよね。
色のラインナップがあって、しかも細くて、ペン先もこんな感じでとても細くて、しかも引っかかりがなく滑らかに描けるので、今回この5種類の中で上位に選びました。色を変えた際にこちらのグリップと、それからこちらのキャップ部分ですね、こちらだけ色が変わるのが個人的には好きな箇所ですね。ここ何年かの OKB48 の上位勢を見てるんですけども、こちらのジェットストリームに関しては8連覇ということで、こちらの選挙が始まって以来ずっと首位を獲得し続けているボールペンなんですけども、こちらの投票方法にも特徴がありまして、それぞれ各メーカーから何種類かだけ選挙に出している形になりますので、どうしても上位に出てくるボールペンの種類が限られてくるっていうのがあるかと思います。それなので個人的には新しいボールペンが上位になったりしてほしい面もあるので、3連覇とかした時点で殿堂入りとか作ってもいいんじゃないかなとか個人的には思ったりしています。ここ何年かで見ますと、ゲルインキボールペンに関して急上昇している傾向がありまして、個人的な意見といたしましては、これからはこちらの3種類のようなゲルインキボールペンが増えていくんじゃないかなと思っております。こちらの比較表を見ますと、ゲルインキボールペンの弱点っていうのはインクの減りが早いことなので、インクの減りが遅いゲルインキボールペンなどが開発されてくるんじゃないかなとか個人的な見解としては見ております。はい、それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。